はい、皆さんこんにちは。今日もグランデッドやっていきたいと思います。前回の続きですね。前回こちらですね、垣根のところの木を登っていったら、まあ、研究所ではありませんでしたが、何かの施設がありました。でおそらく研究所の方もどんどんこの木を登っていったりするとあると思うんですけど、持ち物の方がちょっといっぱいですし、まあそこまでちょっと急いでいかなくていいかなと思いますので、一旦拠点に戻っていろいろと整理していきたいと思います。それとですね、タンポポの綿毛をもらったので、こちらですね、ゆっくり降りれるようになりました。ああ、これ結構便利ですね。よし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 。さあ、ということで一回帰りたいと思います。それとですね、ジャストガード、自分ちょっとまだ苦手なんですけど、まあ弱い敵で練習するのがいいですよとアドバイスいただきましたので、まあジャストガードの方も徐々に練習していけたらいいかなと思います。では、まあちょっと真っ暗ですけど、拠点の方の方角は分かってますので、拠点まで帰りましょうか。とりあえず戻ってこれましたね。ということで、まずちょっと研究していくか。こちらの方は分析しないといけませんね。それとですね、防具が壊れてしまってしまいましたので、それをちょっと直さないといけないと。直すか新しいものを作りなさいよと言われていますので、まあちょっとできたら直すかなんかしたいと思います。なんかもらえるか。バーグルクエストの方はちょっと見てみましょうか。泥だらけの地中砲取りということで、これとかもできるのかな？これはクリアをしたので、補充するということで、これはいいのかな？そのまんま完了のやつはこのままでいいんですかね？あとなんか舞踊叩きみたいなのもありましたね。よしよし。まあ、とりあえずは、荷物の方をちょっと置いていきましょうか。アブラムシが。ああ、アブラムシの生肉とか食料品は結構寿命があるっぽいですね。あ、食物繊維、で、この顔とかも置いていく。木の実も、クモの巣とかも置いていきましょうか。ああ、これも食べ物制限があるみたいですね。キノコのやつはあんまりないのか。ではちょっと火をつけて調理していきましょうか。これ、あ、これ複数いける？いけない。一個ずつか。これで入りませんね。これちょっと焼いておきましょう。で、他になんか作れるものがあれば作っていこう。アリさんはちょっと倒してないので無理ですね。ヤゴの方は幼虫の皮。ああ、これをまず取ってこないといけないかな。で、ブヨの毛。そうですね。アザミのトゲもないですね。ということで、こちらも必要と。バスケット。フットボール。武器としては頑丈な殻。これも幼虫のとりあえず殻、なんか抜け殻みたいなやつを取ってこないといけないんですね。よし。とりあえずこちらを焼いていこう。焼けたのはこれともう一個これか。はい。これも、あとアブラムシも焼けるのかな？アブラムシは焼く場所がない。よし、ここで油蒸し焼いていきましょう。よし、食べ物はこれで困ってないですね。で、少しストレージ系ももうちょっと欲しいところですが、どれだろうな。他なんか作った方が良さそうな、どんぐりか。どんぐりも持ってこないといけないね。そうですね。はい、もう一個の方は収納カゴがあって、やっぱどんぐりか。収納カゴを作っておきましょう。よし、これは、利用可能が2つしかない。こちらの方で縄は作っていきましょうか。いっぱいあるので大丈夫そうですね。よし。さあ、そしたらいらないものもちょっと保管しながら行こう。あ、修理いけるな。修理いけますね。よし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 。で、これが、いらないやつを全部とりあえず置いていって、幼虫を探しに行きましょうかね。それなら。どんなもんだろう。こんなもんでいいか。はい、これで OK ですね。あと、装備の方は、持ち物、装備、これですね。修理。はい、修理していきましょう。あ、やばい。クローバーがなくなった。クローバーは取っていかないといけないと。
いうことですね。あとは斧も大丈夫。よし。さあ、では、ちょっと地面ちょっと見ながら、うねうねしてるやつがいたら、それをスコップで掘り起こすという感じみたいですので、ちょっと探していきましょうか。さあ、ちょっとうねうねしてるやつ、ようやく見つけられましたね。こいつだろ。よいしょ。はい、これが幼虫みたいですね。倒さないといけないのか。とりあえず、これ、叩けばいいのかな？はい。ということで、これで幼虫の皮と液体をゲットと。まだいますので、ちょっと取っていきましょうか。これ結構必要なんでね。いろいろちょっと捕まえながら倒していかないといけませんね。あとはどこだ？ここにもいるな。よいしょ。よし。あ、これで幼虫の方は3つかな？あ、皮結構もらえたりするのか。ああ、一匹で結構もらえますね。よし、これで、この皮とかを一度ですね、スキャンしに戻りましょうか。さあ、戻ってきましたので、研究していきましょう。まず、あ、これ、綿毛も、あ、じゃあ、ブヨの毛か。これもいけますね。研究。はい、これで、ぬいぐるみが作れるようになったよと。で食べ物系もいけるのか。まあ、それは後にして、とりあえずはこちらですね。幼虫。あ、解析何もなしか。で、こちら、液体の方も分析していきましょう。さあ、これもレシピなしですね。ただ、これで作れるものは多分増えたと思いますので、ちょっと見ていきましょうか。武器系かなんかが、ヤゴの剣。これがいけますね。ヤゴの剣を作っていきましょう。よし、これで、ようやく武器らしいものができましたね。槍はどうかな？槍いるのかな？属性があるっぽい感じですので、まあ一応槍も持っていきましょうか。あとは弓と矢の方も武用のやつがあるのでできると。で、矢はトゲがないとダメなのか。結局作れないと。で、ゾウムシの、あ、生肉があれば盾ができるということか。ちょっと肉集めてきましょうかね。よし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 。少しずつ増えていきましょう。これはなんだ？焼いた。幼虫の肉なのね。で、ブヨの肉という感じなんですか。あ、なるほど。ということで、とりあえずいらないものとかも置いていきましょうか。ちょっとダニの巣の方まで来ましたね。ちょっとここでダニを相手にしながら、ガードの練習などをちょっとしながら、進みたいと思います。確かなんかこの奥に、前来た時にハンマーかなんかで壊さないといけないようなやつがあったような気がしていますので、まあ、ちょっとそれも覗いてこようかなと思います。あれ、松明がやばい。なくなってしまってますね。松明、縄と枯れ草か。ちょっと取ってきながら作りましょうかね。で、ダニが攻めてきたら、まあ、ブロックの練習しながら少しずつちょっと倒していきましょう。よし、さあ、枯れ草と、あとは縄が必要なので、縄は作れるかな？こちらですね。よし。で、松明と。はい、作っていきます。で、これを装備しないといけないのか。持ち物、キノコはいいか。あ、やばい、キノコ、あ、取った？よし。はい、ということで、これで松明もあるので、ちょっと巣の方行ってみましょうか。ハンマーでなんかぶったたけばいけそうな感じはありましたので、一回ちょっと覗いていきましょう。もう一回倒したらダニは出てこないのかな？あとこれはなんだ？ああ、こんなの取らなかったかな？はい、ここですね。なんか石があったところ、やっぱりありましたね。ということで、これぶったたいて、通っていきましょうか。で、いける、いけるな。よし。もう一個ぐらいちょっと壊しておきましょう。よし。で、奥がまだある。明るいな。はいはい。で、取れそうなものはない。おお、あった。ここにある。そしてなんか、胞子系がありますね。お、ちょっと待ってよ。うねうねしてる。うねうねしてるよ。どこだ？うねうね。どこだろう？うねうねしてたのに、あったあった。よし、幼虫もこれでゲットですね。
オッケー。この光ってるのは何だろう。新色のスキャンをアンロックしました。なんだ新色のスキャンって。はい、ということで、ダニライダー。ビームを使用するとインターフェースの見た目を変えることができる。OS タブから昼と夜のスキームをそれぞれ選べると。いうことですね。ちょっとタブ押して、OS これか。これで日中のモードとダニライダー。なんで夜間はこういうことか。なんか見え方かなんかが違ってくるんですかね。うん、まあいいや、とりあえず今は幼虫だ、幼虫。どこだ、うねうねしてたのがいたのにな。あとこれは、丈夫な大理石。これ2じゃないとダメなのかな？ちょっと今はこれ崩せそうにないですね。これは、あ、これもレベル2か。あ、いた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 。うねうねいた。あ、伸ばしたか。あ、行きましたね。よし、ということで、幼虫ゲットと。はい、で、これで行き止まりかな。さあ、では、戻りましょうかね。さあ、研究していきましょうかね。とりあえず、ブヨの肉。これもまだ解析していなかったので、これも解析する。まあ、これは壁掛けですね。で、これは拾った謎の胞子ですね。これも研究していきましょう。OK。で、これで今のところ研究は終わったかな。それとですね、火事場の方が作れそうな感じでしたので、こちらもちょっと作っていきましょう。いや、もうかなり面積が狭すぎる。うん、もうちょっと違う家にすればよかったかな。はい。とりあえずこれを作っていきましょう。で、こちらで、なんか武器とか防具とかを強化できますよ、ということみたいですので、斧とかも強化できるのかな？脆い砥石が2つ必要だよ、と。で、砥石の方はなんかもらったやつがありますので、これを、まあ、ちょっと今回は拾ったんですけど、これを使えば OK と。ビッグアックス的なやつがあれば、もうちょっといけるのかな？で、二つ利用して改良できますということで、これで斧がレベル2になったのかな？今まで取れなかったやつがひょっとしたら採取可能になったのかもしれません。ちょっと一旦なんか取れそうにのないやつ見てきましょうかね。これなんだ？どっか行った。さあ、こちらちょっと雑草ですね。これ一旦切れるか見てみましょうか。あ、ダメだ。このレベルじゃ無理なんだ。これひょっとしたらこれじゃないのかな。丈夫な雑草が切れるのかなと思いましたが、こちら切ることできませんでしたね。そうか、まだこれはダメなんですね。ということで、どうしようかな。今のところ他作れそうなものも見ながら作りましょうか。確か幼虫の皮があったので、これで水筒が作れたと思いますので、水筒ちょっと作って、で、いきましょう。これがレベル2とかじゃないとダメなのかな？で、今まだレベル1しか出てないので、まあ、あれか。別に強化したからレベルが上がるとかそういう問題ではないのかもしれない。はい、とりあえず水筒一つ作りましたので、これ水入れていけるかな？で、あとはどうすればいいんだろう。防具か。明かりのヘルメット、ゴーグル、これも幼虫の皮が必要になってしまった。で、ガスマスク。これもブヨの毛がないですよ、ということですね。あと、カメムシか。なかなか難しい。どんぐり装備は、基本的にちょっとしたいですね。どんぐりちょっと見てこよう。はい、水筒は取ったよ、と。アリサンダー、びっくりした。ちょっとどんぐりが、どんぐりは確か多くの木の近くでしたよね。多くの木がここなので、ここに向かいましょうか。どんぐりがある場所に来ましたね。ということで、どんぐりいただいて、ゲットしていきましょうか。皮と帽子と、あと実が取れるのかな？あと樹液。お、なんか、うねうねしてるな。のせいか。で、こちらなんか、ピコピコ言い出した後、おそらくこちらの近くに研究所があるということだと思うので、まあ、これも機会があればどこか探しに行きましょう。とりあえず今はどんぐり装備を作りたいので、どんぐりをひたすら集めると。で、これもぶったたいてと。
どんぐり装備作っていきましょうか。よしよしよし、これで、あとは木の周りですね。ちょっと見ていこう。なんか蜂とかもいるな。あ、そして、これなんだろう、この変な建物みたいなやつ。これも初めてちょっと見ますね。登っていって、なんかあるな。スイッチがある。バーグルの旗。E を押して旗を掲げるということで、これなんだ？はい、なんかわかりませんけど、とりあえずか、やっときましたね。で、研究ポイント。まあこんなもんか。なんかそういうなのがところどこにあるのか。で、この葉っぱは、これ落ちたらやばいやつですかね。はい、葉っぱまで来ましたが、特になんもなしと。よし。さあ、では引き続き、どんぐりちょっと集めましょうかね。どんぐりいっぱいあるな。さあ、どんぐり装備まで、あとどんなに、やばい。粉が、必要なのかわかりませんが。よし、40スロット詰まったよと。荷物がいっぱいになっちまったのか。まあ、でもそれでもカラー結構集まりましたので、これで行きましょうか。あと、ゾウリムシの方の肉が、溜まったかな？ 5 個溜まりましたので、これも早く使いたいので、よし、これで一旦帰りましょう。よし、帰ってこれましたね。途中で水筒から水もゲットしましたので、こちらに移動していきましょうか。待ちだ、スクーじゃない。タップして預けるか。はい、これで1個、2個、2つ分ここに水は蓄えましたね。研究の方もちょっと行ってこよう。いけてないのはこちらですね。幼虫の生肉はまだ分析してないよということで、こちらも分析していきましょう。幼虫のぬいぐるみとかがもらえますと。はい。ということで、こんなもんかな。これもか。腐った肉。肉腐っちゃったのか。さあ、これも分析可能なんですね。で、腐った肉スラリーが作れるよと。あと1個何か研究すれば、レベルの方は上がりそうですね。で、必要なのはなんだ？どんぐり装備ですね。どんぐりの装備は今何だけしてあるんだろう。全部クローバーでどんぐり装備は1個もないのか。なので、どんぐり、でも幼虫ベストまで来てる。こっちの方が強いのか。防御力が、でもこっち 15% だな。防御力的には大して変わりませんけど、なんか違うのかな。初心者の攻撃といろいろありますね。幼虫ベスト。まあ、いいか、どんぐり装備にしよう。でもこれ木の実が必要だ。作れなかった。こちらも藻が必要。そういうことか。幼虫装備は逆に行くと作れるんですね。なるほど。ただ、幼虫の皮がめちゃくちゃ必要なので、まあ、クローバーが 5% なので、クローバーよりかはよっぽどあるな。よし、1個だけでもちょっと作ってみましょうか。オッケー。で、盾だね。防具の盾が、しまった。皮使っちゃった。で、トーチがこれで作れるのか。これも作ってみよう。はい、持ち物がいっぱいです。ということで、ちょっと預けないともう限界ですね。さあ、ちょっともう荷物がいっぱいすぎるので、こちらのですね、収納箱、どんぐりを使いますが、これをちょっと作っていきましょうか。よし、これで、いっぱい入れるようになりましたね。ゾウムシの生肉、とりあえず突っ込んだり。まあ、いいか、ひとまず入るだけ突っ込んでいきましょうかね。いらないものは全部突っ込んでいきたいと思います。よし、これで、食べ物はダメですね。よしよし、これでとりあえず、もう一回幼虫探してきて、盾の方が作りたいので、盾の方をちょっと作りましょう。やっとですね、幼虫の皮見つけることできましたので、とりあえず盾の方装備しましょうかね。よし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 、これで粒子の方ももらえましたし、装備の方もちょっと入れていきましょうか。こちらを装備するということで、ようやく剣と盾の方が手に入りましたね。どんな感じかな。はい、構えるとこんな感じで、まあ、ガードした時に分かりやすくなりましたね。よしよしよし。
さあということで、まあ今回はこれぐらいで終わって、まあ装備の方がちょっと揃いましたので、次回はまたですね、垣根の研究所を探しにこちら登っていこうかなと思います。これで矢後とかもある程度どうなんだろう、戦えるようになってるのか分かりませんが、まあある程度前回よりかはちょっと戦えるのではないかと思いますので、次回は行ってみたいと思います。それでは皆様ありがとうございました。